ナミさんお疲れ様です。今回ね、びっくりするものが送られてきましたね。何？ギリシャのキオス島。ギリシャのキオス島っていうところがなんかいいじゃないですか。なんかね、神秘的な、そんな感じがしますよね。ギリシャ神話の聖地、キオス島ですか。謎のマスティック。なんでしょうね、これね。というところで、動画を再生してですね、ナミさんから送られてきた動画の再生して、わずか最初の10秒でね、この動画を撮らせてもらってます。この動画発信した後にしっかりと見させてもらいますんでね、今から楽しみです。で、今回のちょっと話題なんですけども、ナミさんもちょっとね、気にしてらっしゃったことだと思いますけども、メールに書いてましたんでね、体のエイダを手にして、で、速稼塾を卒業されていく方がいるんだよってことなんですけども、私が速稼塾を始めたのが2013年。暗号通貨について速稼塾の中で語り始めたのが2014年。で、その後、カルダネイダのプレセールがあり、私はカルダネイダのプレセールに、広島の方をね、どん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 連れて行ったんですよ。それこそ、10人中10人ぐらいの勢いで、プレセールにお連れしましたね。で、暗号通貨っていうのはどういうものなのか、これからどんな可能性を秘めているのか、カルダネイダは誰が作っているのか、どういうステップで、これからそのカルダネイダの、価値がね、広まっていくのかってことをお話しして、興味がどん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 湧いてくるわけですよ。速稼塾の生徒さんは。特に最初にセルフバックみたいなんでね、みっちり稼いだ人ばかりですから。で、誘導して、最低単位10万円ぐらいだったんですかね。10万か15万ぐらいの最後、セールスがあるわけなんですけども、たくさんの人に買っていただきましたね。私の目の前で。だから、誰がどのぐらい持ってるかは私ね、ぼんやりわかるんですよ。誰が買ったかははっきりわかりますけども、誰がどのぐらい買ったかは、金額はね、ちょっとわかりませんけどね。正確に言えばわかるんですよ。というのが、当時、カルダネイダはネットワーク形式で売られていて、私にもね、私の紹介で買った人が出たら、そのうちからビットコインを 5% もらえるということだったんですよ。ただそのビットコインは全くもらってませんけどね。なんだこれは、ビットコインくれ。今だったらすごい欲しいぞ。当時はどっちでもよかったんですけども、今はむちゃくちゃ欲しいですね。すごい金額になります。このビットコイン全部もらえたら。それは置いといてですね。カルダネイダで、暗号通貨の入門をしたわけなんですよ。速稼塾の塾生さんを。で、その後、上場したじゃないですか。上場して、価格が150円ぐらいをピークに落ちていったわけですけども、その頃にパシッと利確してね、目標資金ができました。速稼塾ありがとうございましたという形で、卒業されていった方とかね、おりますし、それから、最近ね、ステーキングが始まって、200円超えてですね、資金は十分できたんで、本当に速稼塾で稼がしてもらいました。ということでね、体の間で資産を作って、離脱していく方。実はこういう方はね、私の教育に忠実な方なんですよ。塾に入ったり、稼ぐ方法を手にするっていうのは、目標利益に行ったら離脱すること。これをね、再々お伝えしてます。特に投資はいくら稼ぎたくてやってるのかってところが大事なんですよ。障害賃金が3億円と言われて久しいんですけども、3億円ではなくてもね、例えばビジネスをやって1億円を目標にしますみたいな形だったら、1億円に達したらね、一回そこで離脱するんですよ。目標を達成したわけですから。そして、さらに稼いでいきたいなと思ったら、まだね、いくらぐらいのお金がいるのかっていうふうな、金額目標を設定して、それに即したビジネスを使っていかないといけないんですよね。だからビジネスをずっとやってきて、どんどんお金が増えていって、わあ、いつまで増えるのかなっていうふうな無計画なことではなくて、私の速稼塾の方針としては、いくら稼ぎたいんですかってことがまず。そして、いつまでに稼ぎたいんですか。だったらこの方法でいきましょう。だったらその方法でいきましょうってなるんですよ。その時に私は、1億円稼ぐなら、3年間ぐらいはかかるよと。でも逆に言うと、3年間で1億円稼げるんだったら、年間3000万ぐらい、3000万、4000万ぐらいの売上なんですよ。じゃあそれを1年で割ると、1日10万円ぐらいの売上あらりでしょって感じなんですよ。じゃあ1日10万円の売上あらりを立てられるものって何でしょうかってことから組み立てていくんですよね。とてもじゃないけども、転売をコツコツやっても1日10万の利益はね、生まれないですね。
転売で1日10万の利益を生もうと思ったらものすごい作業が必要になってきますんで、多分組織を作らないと無理でしょう。で、組織を作ると、あの、人に頼んだりとかね、外注したりとかっていう、別に外注経費がかかってくるんで、1日10万の売り上げあらりではダメになってくるんですよ。で、結局やることによっては目標金額がどん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 遠くに行ってしまうんで、じゃあ3年間で1億1日10万円の利益だったら一人でできることになっちゃうよね、と、うん、いうことになるんですよね。まあ、だから私はやっぱり返す返すアフィリエイトしかないなと思うんですよ。アフィリエイトってのは資金が必要ない、で、自分一人でできる。一回作ったアフィリエイトの仕組みは自分が取り下げない限りずっと稼働してるよってことなんですよね。ただしアフィリエイトっていうのはアクセスが集めれるかどうかの勝負になってくるんで、アクセスを集めれるようになるまでは何年もかかっちゃう場合があるんですよね。だから上手に戦略を練ってですね、小さいマーケットをまず確保して、その小さいマーケットの勝利実績を大きなマーケットにどんどんね使っていくっていうような戦略が必要になってくるんですよね。まあ、この辺はまた長くなるんでね、別の機会でお話しますけども、 YouTube にしてもそうなんですが、 YouTube で始めていきなり収入があるってことはまあ考えられないです。再生回数による広告収入を狙うにしても、やっぱりね、1000人の視聴者さんを集めるためには、まあ、何ヶ月か、もしくは1年ぐらいかかっちゃうかもしれませんよね。しかも広告収益ができたところで、広告収入はそんなに驚いたほど高くないですから、すぐに1年2年でね、1億円できるくらいのものにはならないんですよね。そう考えると YouTube は使うんだけども、 YouTube の広告収入は当てにならないよねってことなんで、コンテンツ販売になってくるわけですよ。コンテンツ販売っていうのは YouTube を通じて、もしくは別の方法で自分の作った商品に価格を10万20万とつけてですね、それを視聴者さんとか、あの、ページビューをもたらしてくださった方に販売すると、直接販売すると。だから商品を作る力と集客する力と販売する力がいりますよねっていうのがビジネスの結論になるわけですよ、ね、商品作れますか、集客できますか、セールスする力がありますか、この3つが整った時に3年で1億が2年で1億とかね、1年で1億が可能になってくるということになります。ただ1年で1億だと30万円の商品を毎日1個は売らないといかないってことになりますので、これはこれで高い商品を売るセールススキルが必要になってくるってことなんですよね。はい、熱く語ってしまいましたけども、まとめるとですね、体の枝で1億円稼いじゃった人はもうね、ビジネスとかなんとかあんまりしたくないから投資、暗号通貨の投資に行ったと思うんですよ。だから、すいません久保さん、ビジネスいろいろ教えてくれるのは分かるんですけども、もう体の枝が当たったからもういいですと。もう特に苦労してね稼いでも体の枝の利益ほどは取れると思いませんので、私の人生はこの体の枝の含み益を決済することによって細々とやっていきますと、そういうふうなね回答なんだと思います。はっきりとここまで聞いたことはありませんけども、体の枝で儲かったんで本当に速稼塾が入ってよかったですっていうね、こういった短い言葉が一番多いですけどね。でも本当によかったですね、体の枝が値上がりして。私も速稼塾で唯一進める暗号通貨が体の枝でよかったなと思ってます。本当に海のものとも山のものともわからない、そんなね体の枝のプレセールだったんですけども、ここにて一件落着ですね。私はまだホールドをし続けようと思いますけどね。ちなみにステーキング報酬もうちょっとじゃないですか。あと1日と3時間って書いてますね。ナミさん、ナミさんとはこれからも一緒にいろんなことを考えていけると思いますので楽しみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。それから例の住所の件、大丈夫ですからね、まだ返信来てないんですけども、お伝えできると思います。それではまた明日。